はいどうも皆さんこんばんは、レブチンです。今日はですね、デッドバイデイライトのキラー側ハントレスをね使っていきたいと思います。ほい、で今回ハントレスがなんかサイレント強化されたということで、ちょっとねそれをね見ていきたいなと思うんですけれども、ついこの間いつだったかな、1週間ぐらい前かな、まあ、それぐらいのアップデートでこのハントレスがね、ハントレスって40メートル鼻歌聞こえるんですけど、その鼻歌聞こえてる生存者がどっから鼻歌聞こえるかが分かんなくなったっていう、なんかちょっとサイレント強化が入りました。よいしょ、あー今投げてもよかったな、あの人引っかかってたから今投げてもよかったな。なんで今まではあ、こっちから来てるとかって鼻歌聞いてれば分かったんだけど、それが分かんなくなっちゃったと。どこ行った？オッケー、よいしょ、うわー破滅地形な、どこ、よいしょ、バレちゃったかも。えっ普通の信用はキラー 32m ね、他のキラーはだいたい 32m で、まあ、ただ心音、足が遅いキラーは心音がちょっと狭いんだけど、ハントレスは心音が確か 20m で歌声が 40m なんでね。で大体その歌声聞いたらみんな回避行動に移すから、まあ、大体ハントレスが近づく頃にはもういないんだよね、足が遅いのも相まって。なんで、あ、こっち外した、ちっちゃったね。なんで結構ハントレスでね生存者をね見つけるのが大変なんだよね。出た後警戒しましょうか。ないね、よいしょ、おいどっこいしょ。そうハントレスは足が遅いし、その歌声の範囲も広いからね、生存者の、あ、なんかいたわ生存者どこかなって探して見つけてね、そっち見つけてっていうかね、発電機巡回して、ね、次の発電機行く頃にはもう そこでね生存者が発電機いじってても、もうどっか行っちゃってると、ね、まあ、そういうハントレスには弱みがあるんだけど、まあね、今回の調整でそれがちょっとはねなくなったかなと、はい、まあ、一応歌声が聞こえたらどっから聞こえてるかわからないけれども、接近してるなってことはバレちゃうんで、あれいいポジだよね、あそこ、こうって近づいてきたらこのピュンって投げれば、あ、もう来てたか、あ、くそ、やるかこの野郎、ほら、あれどうするどうするメグ、えい、オッケーよっこいしょね、ってな感じでわー泣きてる、うっ、どうしたメグ、メグがメグを助けに来たぞ。まあこの破滅壊したくてしゃあないやろな。おっこいしょ、まあ見晴らしがいいステージだとあれかもしんないけど、ちょ入り組んでるステージとかだとハントレスが本当にどっから来てるか分かんないから、ちょっと厄介かもしんないですね。顔出さないね、あ、出した、おお、回復した、よいしょ、はい、オッケーはい、キャッチー、はい、どっこいしょ、はいよ、こっちにできますね。あ、惜しい、もうちょいだったね、あーはは、惜しいな、軌道修正がちょっとうまくいかなかったな。よいしょ、斧補充して、ほい、まあその足が速くなったとかさ、信用範囲が狭くなったとか、まあ、そういうわけじゃないんで、ここ
た見いけた、まあ、そういうわけじゃないんで、だからね、めちゃくちゃ強くなったっていうわけじゃないから、超強化ってほどでもないんだけど、まあ、鼻歌がどっから聞こえてくるか分かんないっていうのは生存者惑わすんで、まあ、その点は強いかなと、強くなったかなと、まあ、弱体化ではないですよね、間違いなく弱体化ではない、少なくとも結構強化かなと。くそ、あの隙間通らないか。はいはいはい、わあ今のミスっちゃった。はいはい、オッケー。はい、どっこいしょ。あれ、すぐ助けたけどどこにいるんだろう、もう一人近くにいるとは思わなかったな。いないんだよな、多分また助けるんじゃない、やっぱり救助早えよ、救助早えな。おい、どこにいんだろう、もう一人。あのままトンネルしてもよかったけど、誰が救助してんのか気になるんだよな。お蜜がうまいね。足跡ついてるね。いた、よいしょー、ミスターどうしよう、煽ってるって思ったらどうしよう、ミスちゃった。はい、どっこいしょー。発電機回してるこれ、生存者回してるこれ、どっこいしょ。いた、あ、こいつか、多分これだ、多分このクローデットだわ。はいはいはい、あー惜しい、ずれたな。オッケー、あとメグだけ、あーなるほどね、ラッキー。ここでボカンつったな、ラッキーだけど、ここでカラスが鳴いたってことは入れ違いになったかな。ハントレス足遅いからね、あってね、ぐるぐるされるとね、余裕で結構隠れられちゃうんだよね。とりあえず補充しましょう、斧を補充して。でね、さっきも言ったけど調整入って、歌声がどっから聞こえてるか分かんないけど、まあ、こんなに近くにいればさすがに視認されちゃうから、姿でバレちゃうから。さあ、どこだろうね。まあでも絶対起こしに行きたいと思うんだ。隙を見てこっち来ると思うんだけどな。どこにいるんだろう。よいしょ。ハントレスとかさ、ナースとかさ、ハグとかさ、足の遅いキラーってさ、こう岩とかでね、ぐるぐるって隠れられちゃうと見つけにくいですよね。起こしましたね。行かないね。あ、いた。惜しい。今日はね、エイムの精度がめちゃくちゃ悪いですね。よいしょ。腕が見えてたからね。うん。後で縛いてやろうと思ったんだけど。はいはい。オッケー。ちょっと車線通りにくいな、このマップは。いた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 、鍵持ってる危なまあでもまだハッチ出現してないからあれだけど全然大丈夫だけど、危な、鍵持ってた。え、この人レディーするとき持ってたかな。宝箱あさってゲットした可能性あるな。はい、オッケー。まあこんな感じで、まあランクリセット後だからね、ちょっと強さを正確には測れないかもしれないんだけど、まあ歌声が今度ね、フレディがリワーク入ったのが、まあ本サーバーに実装されるんだけど、そのフレディもね、歌声がどっから聞こえてるかわからないっていう風になってるので、ちょっとまあ似たような強化なのかな。
わかんないけど。ほい。まあハントレスがちょっと強化されましたということでね。はい。これ最初ねバグなんじゃないかって言われてたんですけど、パッチノートの書き忘れで結局これは仕様らしくて、うん、まあハントレスちょこちょこ使う俺からしてみたら嬉しいかなっていう感じですね。はい、ってな感じでいかがだったでしょうか。まあこれサバイバー側じゃないとちょっと分かりにくいかもね。キラー側だとぶっちゃけ普段と変わんないからね。ただ、サバイバーの動きを見てみるとなんかやっぱ歌声がどっから聞こえてるか分かんないから、ちょっとなんかおどおどした動きをするというか、ちょっとなんかキラーの位置をあんまり分かってないような動きを結構するんじゃないかなと。はいはい、じゃあ以上ですという感じで今日はこの辺で終わりたいと思います。あ、ジジイってやってるな。ありがとうございます。はい、ご視聴ありがとうございました。バイビー。